皆さんどうも、今回は J1 で29節、名古屋グランパス対アルブレックス新潟について振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。えー、この試合なんですけど、名古屋グランパスの良さを存分に出して、アルブレックス新潟の攻撃を封じ込めた一戦だったんじゃないかなと思います。アルブレックスからするとかなり自陣に閉じ込められてしまいましたし、まあ、どのように攻撃を仕掛けていくのか、 どのように中央を使っていくのか、ここがうまくいかずに良くない時のアルブレックスだったんじゃないかなと思います。一方の名古屋グランパスなんですけど、先週末の FC 東京戦から見事に、 カムバックしてきたなと思います。ルヴァンカップ、サンフレッチ広島戦のような、まあ、覚悟の決まったハイプレスっていうのは、とても良かったと思いますし、これを常時出せるようになってきたら、もっともっと上に行けるんじゃないかなと思います。じゃあ、どのように名古屋グランパスがアルベレックス新潟を閉じ込めていたのか、で、アルベレックス新潟がどのようにしたらうまく攻撃を仕掛け入れそうだったのか、こちらの2点について振り返っていこうと思います。えー、名古屋グランパスなんですけど、基本的にマンツーマンでこの試合、しっかりと相手を 閉じ込めることに成功ししていましたでその方法としてやっぱり泉選手、永井選手、森島選手、まあ、彼らがしっかりとマイケル選手、デン選手、で泉選手と森島選手が。 センターハーフの選手を管理できるようなポジションを取りながらプレッシングを開始していきます。で、ここで肝になるのはやっぱり野上選手だってる徳本選手で、彼らがどのようにサイドバックの堀米選手、藤原選手まで出ていくかっていうのは、とても重要な、この試合のキーマンとして働いていたんじゃないかなと思います。で、彼らはまずサイドハーフの立ち位置をしっかりと見ながらプレッシングに出ることが多かったかなと思います。だから、太田選手なんかは外側に貼ることが多かったんですが、徳本選手は、 その太田選手を背中で消せるような立ち位置から藤原選手に出ていましたし一方の逆サイドの長谷川選手は内側に入ることが多かったんですがここに対しては野上選手が少し内側から堀米選手に出ていく形っていうのは多かったんじゃないかなと思います。で基本的に えー、ここのセンターハーフなんですけど、シアハシ選手が前に出てきた秋山選手、まあ、入れ替わるんで、ないしは宮本選手を捕まえることが多くて、長倉選手には稲垣選手をつけていく形が割と多かったかなと思います。とはいえ、やっぱり受け渡しもあるんですが、基本的なマンツーマンの担当として、稲垣選手は長倉選手、三國選手は鈴木選手となっていたんじゃないかなと思います。で、これによって、アルベレックス新潟はかなり押し込まれてしまいましたし、えー、と秋山選手やってる宮本選手が下がり 出口を作ろろうととするところにもしっかり森島選手、シエハ選手がついていったことによってグランパスはどんどん,どんどんアルブレックス新潟にビルドアップの時点でリソースを咲かせることができたんじゃないかなと思います。で、これによって、えー、とゲーキポイントを2つ作り出していたんですが、えー、小島選手はかなりボールをさばける選手、出せる選手なんで、まあ、だからこそ秋山選手、宮本選手のところでシエハ選手、森島選手、まあ、内緒は泉選手が、えー、とプレスをかけながら、 ここで迎撃をすること、もしくはこういうふうなボールの動きでマイケル選手がボールを持った時にはしっかり泉選手が出ていく形から、えっと、引っ掛けていくことっていうのはかなっていたんじゃないかなと思います。で、基本的にやっぱり外側、外側に誘導することが多かったんですが、例えばデン選手から飛ばすようなパス。 シーハシ選手が前に出てきているんで、ここのスペースっていうのは空いてくるんですが、ここのスペースでしっかり迎撃をすることっていうのは叶っていました。じゃあなんでそれができたかっていうと、長谷川選手は外側に、えー、といるんじゃなくて、内側にいたことによって、この内田選手の距離がまず近くなったこと、これは大きく関係していたんじゃないかなと思います。まあ、だからここでしっかりと長谷川選手、 内田選手のところで迎撃を作り出すこともできていましたしそうすると鈴木選手はこういうふうに降りてくるスペースが狭くなってしまってプレーエリアが確保しづらくなっていて三国選手も鈴木選手に対してしっかり出ていくことで迎撃を作り出すことはかなっていたんじゃないかなと思いますで冒頭にも触れたように外側のサイドバック、まあ、堀米選手だったり藤原選手にボールが出た時には 野上選手が内側から外側にプレッシングをかけながら選択肢を削って回収もしくは捨て玉にさせることでボールを回収していきます。で、これによって、えっと、ボールを蹴らせて回収と迎撃をうまく作りながら早い攻撃でゴールに向かっていくことっていうのはできていたんじゃないかなと思います。で、もう一つ。 回収の方法があって、それが蹴らして回収の方法なんですが、まあ、徳本選手ってる野上選手、彼らは少し内側に立つこともこの試合多かったかなと思います。で、これなんで内側に立つかっていうと、シーハシ選手が前に出て、秋山選手を捕まえているんで、ここのスペースっていうのはどうしてもぽっかり空いていきます。まあ、だからアルベレックスは、この長谷川選手だったりがここでボールを引き取ろうとしていたんですけど、まあ、これに対して、 そこのケアと、まあさっきも言ったように野上選手だったり、まあ徳本選手がしっかりと消しているんで、ウィングバックが内側に絞るっていうのもあったと思うんですが、このウィングバックが内側に絞ったことによって、サイドバックにボールを入れ込んだ時、まあもしくはプレッシングをかけた時に、まあこのように上のパスを使わせた時に、えっと、セカンドボールの回収っていうのができるようになっていきます。これなんでできるかっていうと、 秋山選手、宮本選手を降ろさせたことと、徳本選手が内側に入ってきているんで、ここでボールを弾き返したときに、セカンドボールの回収の要因っていうのが、えー、アルベレックス新潟はビルドアップに早々割いているんで、セカンドボールを拾うための人数を揃えることが難しくなっていましたし、グランパスはこういうふうに内側にウィングバックを入れ込んだことによって、で、もしくはシ橋ハシ選手、森島選手が相手より先に セカンドボールにアタックできるような、到達できるようなポジションを取っているんで、ここでボールを拾って、そのままカウンターに出ていくことっていうのは、かなっていたんじゃないかなと思います。まあ、だからこそ、アルビレックス新潟よりも、グランパスの方が、セカンドボールを回収し続けていましたし、まあ、それを押し出すことができたのは、マンツーマンで相手を圧倒していこうっていうゲームプランがあったからだと思います。だからこそ、グランパスは、 しっかり現役を作ってゴールに迫ることができていましたしアルベレックス新潟にほぼ何もさせずに勝ちきることができたんじゃないかなと思いますじゃあ一方でアルベレックス新潟はじゃあどのように攻めればよかったのかなと僕は少し考えてみたんですがやっぱり長谷川選手やってる太田選手 彼らがまずは幅を作ることはとても重要だったんじゃないかなと思います。先週末のベルマール戦のように、やっぱ幅を作る選手がいると、この長倉選手やってる鈴木選手、彼らのプレイエリアを確保することができるようになっていきます。で3バックの やっぱり一つの弱点として、ここの脇はやっぱりついていきたかったんじゃないかなと思います。まあ、どのように深さを作っていくかっていうのは一つポイントとして挙げられるところで、で、さらに、シエハシ選手やってる森島選手、まあ、特にシエハシ選手を前に引っ張り出すことができていたんで、まあ、ここのエリアっていうのはやっぱり空いてくることが多かったかなと思います。で、ここのエリアをどのように使っていくかっていうのが一つ やっぱ、アルベレックス新潟が前進できるかできないか、回避できるかできないかのバロメーターになっていると思いますし、ここの黄色のエリアをうまく使うためには、やっぱりサイドハーフの選手が、どのようにセンターバックを動かしていくのか、まあ、それともウィングバックのプレッシングのところに影響を与えていくのかっていうのは、とても重要なポイントだったんじゃないかなと思います。まあ一つ、スタートのポジションを外側にすることによって、やっぱりここが割れること、 センターバック感が割れることが多くなりますし抜け出し方もこういう斜めではなくて縦にしっかりと抜け出していくことができれば内田選手だったり川面選手の配送の仕方がこういうふうに外側に斜めになっていくんでここのスペースっていうのはやっぱり空いてきますしここを割った時にさらに もう一段階で背後を使っていくことっていうのはできてくるんじゃないかなと思いました。で、ここの秋山選手やってる宮本選手が作ったスペースをどのように使っていくかっていうのは、やっぱりとても重要なこの試合はポイントだったと思いますし、まあ、そこを誰が使うかっていうのが、この試合は、まあ、全員が全員こういうふうに降りてきてしまっていたんで、良くない時のアルブレックス新潟は、まあ、こういうふうに手前に手前に降りてきて、 ボールホルダーとマーカーが近くなってしまうんで、まあ、そうなってくると、やっぱ迎撃を作られてしまって、そのままカウンターを受けてしまうっていう形は、割と多くなってしまっていたんじゃないかなと思います。まあ、ここの幅を作りながら、で、どのように秋山選手やってる宮本選手が降りた後の、この潜り直しができるかっていうのは、やっぱり前進できるか否かの、先ほども言いましたけど、 アルビレックス新潟の大きなバロメーター、一つのバロメーターになると思いますし、どのようなランニングで深さを作っていくのかっていうのは、この試合考えなければならなかったところだったんじゃないかなと思います。だから、谷口選手とかが入ってきて、谷口選手は割と幅を作りながらプレイをしていたんで、そこの幅を作ったところから、えっと、内側に入ったり、裏に抜けていったりっていうのが多くなっていて、この試合は特に、 えー、幅を作ることっていうのは、幅と深さを作ることっていうのは、とても重要なポイントだったんじゃないかなと思います、まあ。とはいえ、グランパスのこの覚悟の決まったハイプレッシングっていうのは、めちゃめちゃ厄介で、めちゃめちゃ強いと思いますし、まあ、これを冒頭にも話したように、常時、グランパスは続けていくことができれば、もっともっと上の順位に行くことができるんじゃないかなと思います。 はい。本当にグランパスの良さを存分に出した一戦だったと思いますし、まあ、アルブレックスがどのようにしたらうまくいったのかっていうのも考えながら見ると面白いと思いますし、ぜひ皆さんこの試合見返してみてください。はい。本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。